まず、ブラシツールを使って地図を描いてみましょう。読者参加型のイベント会場を案内する地図を作成します。ここでは、ご覧のような地図を作成します。ブラシツールを使って道路が描かれています。現在ご覧の画面には、1枚のアートボードが用意されています。アートボードは、1 5 0ミリ× 1 c 150ミ、mm、リで作成してありますまず新しいレイヤーを作成します新規レイヤーを作成をクリックしますレイヤーをダブルクリックして名前を設定しますではブラシツールを選択しましょうツールボックスからブラシツールを選びますブラシのセッティングを変更します ブラシツールでは線の色を選びます、線のカラーピッカーを開き、こちらの色を選びます。ブラシツールには塗りの情報はありません。描画した線に太さや形状を与えられたものとして色の情報が取り扱われます。つまり、線の情報だけを設定しておけばよいのです。 したがって、塗りの色はどのようなものが選択されていても構いません。ブラシの種類を選びましょう。リストを開きます。ブラシにはいくつかの種類があり、それぞれの種類に応じて多彩な形状が用意されています。最上部にあるのはカリグラフィーブラシです。 一般的な装飾のない状態のブラシで描画を行いたいときに利用します。この列にあるものは散布ブラシです。描いたブラシのパスに沿って散布されるように模様が描かれます。 この下に並んでいるものがアートブラシです。選択したブラシの形状に応じて、さまざまなイメージで線を描くことができます。リストの中にマス状にイメージが表示されているものがパターンブラシです。ブラシの始点や終点、角の状態を設定し、 途中の線分には同じ模様が繰り返されて描画されます。ここでは、こちらのアートブラシを選んでみましょう。では、太さを設定します。最初の線は、主要道路を表現できるように、太めの五ポイントにしておきましょう。直線を T 字に二つ描きます。ブラシツールで直線を描くには、シフトキーを利用します。 シフトキーを押しながら、アートボード上で大きく横方向にドラッグして線を描きます。続けて、同様にシフトキーを押しながら、縦方向にドラッグして線を描きます。もう一本横線を下の少し離れた位置に描いておきましょう。主要な道路を描くことができました。 ブラシのサイズを小さくします。2ポイントにしましょう。続けて、細い道路を描いていきます。ここでもすべて直線で描いていきますので、シフトキーを利用して描きます。描いた線分はすべてが独立したバスで構成されています。 位置や長さを変更したい場合は、選択ツールを使って、線分を選び、ドラッグして位置を調整したり、長さを調整したりします。整えることができたら、選択を解除します。会場の場所を、 猫の足形のマークで表現してみましょう。ブラシツールを選びます。スペースキーを押しながらドラッグして、アートボードの外側を表示します。ご覧のように、四つの形状を描きます。選択ツールで、 4つの形状をすべて選びますコントロールパネルで塗りと線の色を選びます大きさを整えて線の幅を小さくします さらに調整を行います。ドラッグして、位置をご覧のように配置します。文字の入力を行います。 一旦選択は解除しておきましょう。ツールパネルより文字ツールを選びます。コントロールパネルで設定を行います。フォントやスタイル、大きさを設定します。アートボードをクリックし、文字を入力します。 改めて文字を選んで色を変更します。道路と同じ色にしておきましょう。次に縦書きの文字を入力します。ツールパネルで文字、括弧縦ツールを選びます。アートボード上でクリックしてカーソルを表示します。文字を入力します。選択ツールに切り替えて 位置を整えます道路に合わせるとご覧のようにスマートガイドによりスナップしますので適当な位置に配置します塗りの色を白に変えておきましょうできました 横書きと縦書きの文字を入力することができました。その他の箇所にも入力しておきましょう。一度入力したものをコピーすると、効率よく作成できます。選択ツールで、こちらの文字を選択して、Alt キー、あるいはオプションキーを押しながらドラッグして、必要な文をコピーします。 配置が済んだら文字上でダブルクリックしカーソルが表示されますので文字を削除して新しく入力を行いますここではそれぞれご覧のとおりに入力しましたなおこちらの「読者イベント会場」という文字は目立つように 大きささや色、フォントの太さなどを変更しています。では、オブジェクトを回転して配置しておきましょう。選択ツールで描いたオブジェクトを引っ掛けるようにドラッグして選択します。ただし、こちらの読者イベント会場の文字は回転させたくありませんので、選択から外します。Shift キーを押しながらクリックして、選択から外します。 ハンドルの外側にマウスポインターを合わせて回転させますさらに選択状態のままドラッグして位置を整え下に引いてある横線に合わせます改めてすべてを選択してアートボード内で配置が整うようにドラッグします 読者イベント会場の文字の位置も整えます。これで、読者イベント会場を示す地図が作成できました。